21回の負け、そして14回の骨折。その男は負けても負けても立ち上がり、絶対に諦めない、プロボクサー西澤芳則。1985年、19歳で長野から上京、名門米倉ジムの門を叩いた。20歳でプロデビューした西澤はパンチ力を武器に、ミドル級で新人王になった。新人に言えない。しかしその武器が西澤を苦しめる。ボクサーの生命線である拳を何度も骨折。期待のホープが連戦連敗。3年間で6敗に分け、どん底に叩き落とされた。苦しむ西澤をよそに、ジムの仲間たちは次々と才能を開花。怪我と付き合いながらジムに通う日々。しかし結果はついてこない。3度日本タイトルへ挑戦するが、全て失敗。出口が見えなかった。ここはどこですか？ここはシャワールームですね。練習の後は毎日ここでシャワー浴びて、今でも当時を思い出すと自然に涙が。それでも諦めなかった西澤、31歳で4度目となる日本タイトル挑戦。しかしある条件を課せられていた。この試合で負けたらお前引退しろよって初めて言われました。絶対に諦めない、倒れても必ず立ち上がってきた男の大逆転。ベルトがかかった一戦、注目のゴングが鳴らされました。白いトランクスが引退をかけた戦い。序盤からがむしゃらに戦う西澤、そして第2ラウンド。塚本は手を出してこないんでしょうか？出せないんでしょうか？あった！豪快なパンチが決まった。しかし、またやってしまった。で続く2ラウンド、開始40秒で左フックで左の拳を骨折しちゃったの。大切な試合で骨折。負けたら終わり、なりふり構わず振り回す。第5ラウンド、ミドルフック決まった。左右ダウン、ダウンを奪った西澤。おっと、試合続行不可能とレフリーが判断しました。西澤ついにやりました。西澤はようやく日本チャンピオンに。翌年には結婚、一人娘ゆかちゃんも誕生した。そして38歳の時、ついに世界一へのチャンスを手にする。相手は10歳も年下のオーストラリア人チャンピオン、アンソニー・ムンディ。敵地オーストラリアでの対戦となった。The WBA Super Middleweight Championship、 Yoshinori。 アウェーで
ですね。会場内には妻と5歳の娘も駆けつけていた。Fighting for a world title for the first time. First ever world title fight in Wollongong, we're underway. Very fast. Mundine with the good left jab. He's not seen these punches, this guy. He won't. He's not seeing that jab. He's not seeing it. He's not going to see. And that's going to break a rib. He's not going to see the left hand at all. Popped quite a few in the opening minute or so. He's here to have a go. 会場は地元のチャンピオンに大歓声。すると。10-9 easy. Quite easy round for Anthony Mundine. All right, let's see if that's... Again. Oh. 娘の声は鮮明にパパーパパーっていう声が聞こえてましたね。もうその声もすごく聞こえましたね。ゆかちゃんの声援に後押しされるように西澤が前に出始めた。そしてね、西澤格上相手にダウンを奪う。綺麗にカウンターって感じだもん。Across the globe. He's really getting confident, Nishizawa. Although he might have just done it. そして5ラウンド。ここでレフリーストップ。倒されても立ち上がったが、勝つことはできなかった。リングサイドには娘ゆかちゃんが。Japanese girl, probably his daughter. Yeah, she didn't look too happy. Tell me his daughter is okay. Yeah, he's okay. She's not. Let's get out of here, Daddy. Don't come to you. Well, a remarkable. 4.5 rounds here in Wollongong. We are standing by for the formal announcement from Matthew Campbell. こういう状況でも立ち上がる強さ、負けないっていう諦めないで頑張る姿、娘には伝えておきたかったなっていう。翌日、空港でのこと。戦い終えた西澤へ。ゆかちゃんがこう言ったという。パパ。ん？も
戦わなくていいからね。 また応援してくれると思っていた。こんな大きくなって。なんかもう父がもう負けるのももう見たくないし、母も辛いしっていうので、なんか出ちゃったんですかね、そういうなんか言葉が。38歳、誰もが引退すると思った。 敗戦からわずか3ヶ月後、西澤はリングに立った。38だからね、普通は終わりだよね。諦めない姿を見せてやりたい。そうですね。そういった違う緊張感もあると思うんですけど。なるほど。 とにかく必死に拳を振り回した。この前のボディが来ました。セコンドから声が飛ぶカウントダウン。西澤お嬢さんのせいを見てノックアウト。 1月の世界戦で敗れて、娘が初めてオーストラリアの現地陣に連れられリングに上がってきました。その時パパの負けた姿、倒された姿に娘は号泣してしまいました。 まあ3ヶ月という早い再起戦ではありましたけど、この勝利は娘にプレゼントしたいと思います。ゆかちゃんは満面の笑みを浮かべていた。その後も西澤は家族に支えられ、 47歳まで現役を続行。マイナー団体ながら、なんと45歳で世界タイトルを獲得。諦めの悪い西澤をいつも間近で見てきた林マネージャーは、才能がないと思われてる人にとっての希望ですよね。諦めずに努力 続けてればできるっていうのを奇跡のように証明してしまったっていう。負けても負けても立ち上がる、その背中を家族に見せ続けた男だった。ゆかちゃんが、ジャパニーズが多分、ヒズドーター。 Yeah, she's not too happy. Tell me his daughter, he's okay. Yeah, he's okay. She's not. Just get out of here, Daddy. No, no, do you? Well, a remarkable, remarkable 4.5 rounds here in Wollongong. We are standing by for the formal announcement from Matthew Campbell. こういう状況でも立ち上がる強さ、負けないっていう諦めないで頑張る姿、娘には伝えておきたかったなっていう。翌日、空港でのこと、戦い終えた西澤へ、ゆかちゃんがこう言ったという。パパ、うん、 戦わなくていいからね。また応援してくれると思っていた。こんな大きく
なんかもう父がもう負けるのももう見たくないし母も辛いしっていうのでなんか出ちゃったんですかねそういうなんか言葉が38歳誰もが引退すると思った敗戦からわずか3ヶ月後西澤はリングに立った38だからね普通は終わりだよね諦めない姿を見せてやりたい再起戦でもありますからねそうですねでそういった違う緊張感もあると思うんですけど、なるほど、はいとにかく必死に拳を振り回した He's not seeing these punches, this guy. He's not seeing that jab. He's not seeing it. He's not going to see. That's going to break a rib. He's not going to see the left hand at all. Popped quite a few in the opening minute or so. He's here to have a go. 会場は地元のチャンピオンに大歓声。すると。10-9 easy.Quite easy round for Anthony Mundine. All right, let's see if that again. His middle voice, his main papa, papa, っていう声が聞こえてましたね。もうその声もすごく聞こえましたね。ゆかちゃんの声援に後押しされるように西澤が前に出始めた そしてちょっと違うじゃないみたいな西澤格上相手にダウンを奪う綺麗にカウンターって感じだもんHe's really getting confident, Nishizawa. Although he might have just done it. Puts him in the corner. And he's swimming. Coyle saying, "Boxing is a bit different." The reality was a bit harsh. The guard was a bit different. Four rounds, tamaras down. まだやれる。そして5ラウンド ここでレフリーストップ しかし結果はついてこない3度日本タイトルへ挑戦するが全て失敗出口が見えなかったここはどこですかまあ、シャワールームですね練習の後は毎日ここでシャワーを浴びて、はい、
今でも当時を思い出すと自然に涙が。それでも諦めなかった西澤、31歳で4度目となる日本タイトル挑戦。しかしある条件を課せられていた。この試合で負けたらお前引退しろよって初めて言われました。絶対に諦めない、倒れても必ず立ち上がってきた男の大逆転。ベルトがかかった一戦、注目のゴングが鳴らされました。白いトランクスが引退をかけた戦い。序盤からがむしゃらに戦う西澤、そして第2ラウンド。岡本は手を出してこないんでしょうか。出せないんでしょうか。上がった。よしよしよし。豪快なパンチが決まった。しかし、またやってしまった。で続く2ラウンド開始40秒で左フックで左の拳を骨折しちゃったの。大切な試合で骨折。負けたら終わり、なりふり構わず振り回す。第5ラウンド、ミルフック決まった。左ダウン、ダウンを奪った西澤。おっと、試合続行不可能とレフリーが判断しました。西澤ついにやりました。西澤はようやく日本チャンピオンに。翌年には結婚、一人娘ゆかちゃんも誕生した。そして38歳の時、ついに世界一へのチャンスを手にする。相手は10歳